どうもおはようございます。中野敦史です。それでは最初の動画を撮りたいと思います。昨日のロト6予想について話したいと思います。昨日のロト6予想も、その数字が偏ってたから、そこは大変だったかな。ここ最近本当数字偏ってるから、特にこの前の当選数字が1桁が4つ出てるから、そこで悩んだかな。また一桁が多く出るのか、それか一桁が全く出ないのか。まあ、あと、そやな。前回は30番台が確か全く出てなかったと思うねんけど、30番台が、出るかどうか。あと40番台か。ここ最近40番台がずっと出てたから、出る可能性はあるかなっていう考えもあって、ちょっと予想が難しかった。1桁が4つ出るっていうのはあんまりないから、荒れてる中でも1桁が4つっていうのは、稀やもんな、ロト6は特に。そこでちょっと予想が難しかってんけど、まあ、また今日ロト6最終確認するけど、まだかなり不安だから、もう少し時間かけて数字確認しようかなと思ってます。前回は全く30番台が出てないから、そういうところも難しいかな。まあ、何個かは出るんじゃないかなっていうのはあるけど、いや、ほんとここ最近数字の偏りがひどい。昔も数字の偏りはあったけど、何回かに1回はひどい偏りがあるみたいな感じだったから、今みたいに毎回数字がめっちゃ偏ってるっていう感じではなかったもんな、昔は。昔は2、3回に1回とか、そういう感じで来てたから、やっぱり難易度がかなり上がってんのかなと思うけど、今は。ここ最近本当に均等に出てる数字並びがないから、まあとりあえず、また今日、ロト6予想最終確認したいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。